で、なんか、ま、ちょっと静かな、感情はそんなに入れてない感じなんだけど、うんうん、まあちょっと、もう一回歌って、もしなんかこれやりたいったらまた別の日でもできますからね。うん。すげえ色。なんかさらっと。ひろさん、これ、どうですか？いいですね。いいですね。なるべくこれ、107さん。なんかもうちょっと入れた方がいいのか、どうなのかちょっとわからないんだけど、どうしてほしいですか？あんま入れるイメージはないけど、うん、この感じ。あとで叫びは入れるけどね、あの最後あの間のところ。今喉がやばいから入れないけど、うん、うん、これでいいけど OK です。あんたもうちょい歌いたそうだから。いや、いいならいいんだけど。ちょっとじゃあどうする。いや、私別に構わないけど、もし気になるようだったら、別日で、うん。でもいいし、あの、も俺もいいと思う。ほんと？うん。いや、私も別に。あと撮っても、多分。そうだね。合わないかな。じゃあいいよ。これ、とりあえず今日はこれ、OK。うん。なに、一回 OK じゃん。すごくない？すごい。素晴らしい。イェーイ。頑張ってきた。めちゃくちゃいい。あ、じゃあとりあえずでもこれね、あのさ、おさむさん、ちょっとさ、時間欲しかったのは、あの、ハモリ入れたいねって思ってたの、やっぱ。はいはい、だからこれまた別日で、うん、あの簡単に、はいはい、これまたミックスしなくていいからさ。なるほど。じゃあ次のメイン曲で、サビのハモリがないよってピアノが入ってませんでした。あ、そうですか。送ってって言ったのに送ってくれなかったでしょ。あの元データの方に入れてあるんで、ね、後で確認してください。歌入れられてるから。はい、あの聞きながらやってください。もう終わっちゃったよ。お疲れ様でした。じゃあ1曲目はさすが、そう、一発撮りしていいって言うんだもん。うん、よかった。聞いてもう一回ぐらい撮りたいですけど、ちょっと、はい、でも歌っちゃったじゃん。いやいや、これ難しいよ。そうね、いいじゃん別にこのままじゃダメなの。1番はこれで、2番はこれで、で最後はこれじゃダメなの。そこまで入れ替えなきゃいけないの？じゃあまた歌い直しじゃん。歌詞で、早く言ってよ。歌詞で揉めております。解説してる。大喧嘩してます。恐ろしくてブースに入っていけません。安座さんがぶち切れてます。漢字が違うのよ、ちょっと漢字が。やばいやばい、めっちゃ怒ってる。やばいやばい、めっちゃ怒ってる。怖い怖い、やばいやばい、これは大変だ。さあどうなるんでしょうか。レコーディングは無事に終わるのか。もう一回あの睨んだ顔お願いします。ヒロさんの曲はいつもそう。なんだと？歌のこと考えないでね、考えるからいつもこう。何をおっしゃいます、アンザさん。アンザさんほどの歌いってなら、これこんなの朝飯前でしょう。ね、ヒロさんの曲格はね、いつもいつもいつもノンブレス。自分がギタリストで指が動くからっていつもそうなんです。カメラがあそこにあるの知ってますよ。カメラ目線にやってやったよ。さすが芸歴30年。ドッキリにはもう、ドッキリにはもう慣れてます。さすが芸歴長いだけありますね。
ロレス見に行くんだ。最近プロレスハマってんの。ハマってんの。今日頑張れば、プロレス見に行くっていう。それはご褒美がまってるね、私には。やるな。じゃあちょっとおさむさん、あのなんかサビはなんかいいって言われたから、うん、あでもちょっとなんかね、もしかしたら最後の、うん、あのあリア取り直すのもあるか、あのね、まだ叫んでないパートもあるから、うん、どうします、その、いやその A とね、あれ、はい、A と B を一回ちょっとどうしようかな、 A と B を取る。 A って気になる、気になった、なんかちょっとキャラクターがなんか自分の中でまだ収まってない感じがするんだけど、どう思う？いや、今のテイク良かったです、ね、あ、本当ですか？聞いてみようか。いや、聞かなくていい、いい、もう早くちょっと。これ聞きながら B をパンチ打ちます、聞きながらっていうか流れの。いや、そう、でもね、あのエビで飛びます、取る、で、あの選んでもらう、そこから、はい、うん、そうしないともうなんかキャラが変わっちゃうから多分。なるほど、うん、いいですね、良かったですね。なんかね、最後の上がね、ちょっとなんか当たってない気がするんだよね、声が。え、声が何、音符に対して何合ってる、なんか当たってない気がするんだけど、当たってない、ピッチ、ピッチの問題、ちょっと B 聞いてみましょうか、はい、合ってるね、当たってる、一番上、何5枚上うの上当たってる、今のは大丈夫じゃないですか、あの前のやつはちょっと低いやつもあったけど今のは大丈夫だと。え、五角ってこんな感じちょっとさデモの時の聞いていい、やだ、もうあれだって違うじゃん、いや雰囲気をちょっと聞いてみて、流してもらっていいですかね、はい、これね、はい、いつもの感じでこれぐらい、あの、まあ、いい、激おこの感じだと嬉しいです。もう一回これワンチャン取らせてもらっていい、うんうん、最後ほら、あのちょっと叫び、本当は叫びたいんだけどなんかね、息が持たなくて、うん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 、もっと行きたいんだ、ワンモア、ワンモア、エビ、1エビ、はい、怒ってるね、予算的にはあそこ間違えたかも、間違えたね、 S が入んなかったけど、ああまあ S だけ入れればいやいや、 S だけ入んないでしょS だけ最高はセミカルでしょ、 S はどこどこ S だけ入りますS だけ歌うのね、ちょっとさ、ワンチャンワンチャンワンチャン、いいよいいよ、でも良かったですよ今じゃあもう一発、もう一発、もうこれで終わる、はい、もうやだ、もう歌いたくない、まあ、あとはもう好きでいいから、みんな、なんかどこ行ったくないですか、いいと思います、うん、うまく問題、 S 問題は解決した、今の大丈夫OK でーす、ラーニングオーマイウェア行く前でもいい、そうですね、じゃあ 2AB とりあえず 2AB、 そうですね、最後の伸ばしが1個前とかで、そうですね、いいかなと思いました、あと A だけか、そうですね、あと A はテイク4が良かったかなと思って、じゃあちょっとあとやるでしょう、はい、まあ方向性はもうバッチリです、狙いはもう今の、うん、そうか、あでもそっか、テイク4は S がない、ん S は B か、 B の話か、いや、A だよ、あ、A、うん、まあ、S は、まあ、入ると思う、うん、まあまあ、いいや、テイク4が気に入ってたんだね、 A メロ、はい、うん、いいと思う、いいじゃない、熱い、素晴らしい、ちょっと待ってね、熱い、はい、とりあえず最後 B が、あ、そうじゃん、あれどっち歌うんだっけ、うん、もっと、そうそうそう、どっち、
お待たせしました。はい、最後の B の、はい、土欠ですね。土欠ですね。はい、やつばいです。うん、ごめん、もう一回、うん、最初は慣れないから最後の伸ばしは良かった。そうですね、ケツは今3です。お願いします。はい、4です。どうなんだろう、歌詞って違うの、パール場所場所で違う、うん、あ、違うの、しかも変えた、変えてますよね。1番とラストが一緒で2番が元の1番になって、ちょっとあれだね、あの入ってない感じがある。だって今変えられたんだもんな。そんな感じを印象を受けましたけど、うん、一番最後のところだからもうバーンってなってバーやろーってなってなきゃいけないんだけど、あの 2番とか最初の方が怒ってる感じ。だから最後だから、あのもうちょっと爆発して、持ってってもらってもいいです。爆発するようなメロじゃないんですよね。これもクール好きだけどね俺。あ、そう、うん、なんかパワー感が、あの前に出てきたところの方が強いんで、うん、最後こう歌で終わるところだからもっとこう、あー、ヒーローものだと。そうだよね、うん、って感じが欲しいかな。あんまハッピーエンド好きじゃない。最後弾いてくれた方が怖い。これはもうコテコテの弾いたものだから、最後はマーベル爆発で終わんないといけないんで。マーベルやっぱり。これ1個前のやつラスト良かったですよね。そうですね、ウェーは、うん、だからもう安定ぐらい、はいはい、いけば。すいませんね。いいんじゃないですか。じゃあ行きますか、はい。うん、はい、今のもいいですね、うん、どうでしょうかね。だから多分あの兄ちゃんの一緒、そのさっきは文字数が多いからよく聞こえたんだけど、多分間が空いてるからそう聞こえるんだと思う。多分語尾の頭が強いんだよ、1番の方が。いや、俺が話したのはテンション的な話なんだよ。歌詞的なんじゃなくて、でも良かったと思うけどね、今。これでさっきのあれがいいって言ったと繋いでつるっと聞いてみますか。そうですね、でも最後の軽やかに歌い上げてるのも好きでした。曲は変えずに、はい、もうこの要するに1番とかをそのエディットにして流れて聞いてみます、はい、やってみますか、はい、ちょっとだけ時間ください。じゃあこれで一回聞いてみましょうか。一回これで聞くね。一回これで、一回これでつるっと聞くね。一回これでつるっと聞くね。D 大丈夫かね。あそこまだ叫んで D は入れてないけど、 D 大丈夫だよ。ちょっとピッチが気になったね。うん、 D パートのところのあのソロギターソロん開けギターソロ5、あのね、ピッチっていうかフレーズが違うんだね。テンションじゃない、フレーズが違うんだね。ギターと歌のフレーズが違ってんだね。そうですよ、あのね、いや俺デモのやつで合わせて弾いたんで、いや一緒一緒一緒、いやちょっと違うわ。一緒です、ちょっと違うわ一緒です、残念ながら変えられませんよ。歌はもう一緒です。気になんないかな、ちょっと気になんない。もう一回聞いてみる、もう一回聞いてみる。じゃあ
気にならないならいいんだけど、もう一回もう一回聞きましょう。大丈夫ですね。うん、大丈夫。これ歌大丈夫ですか。大丈夫。さん的に、いや、いいんじゃないですか。大丈夫、大丈夫。出口は完璧だから、うん、やるとしたらちょっと前半の方のギターのタイム感ともうちょっとリンクするのか、田舎ぐらいなんで。ギター無視ですね。私はギター無視したいです。うん、いや確かにね、本当は私が合わせなきゃいけなかったんですけどね。そうです。これでも全然テイクとしてはいいんで、はい、ちょっともうワントライして、やってあのダメだったからこれでいいと思います。はい、うん、いいじゃないですか。頭は良かったと思うんだけど、それ差し替えられる。頭は良かったと思う。うんうん。綺麗だったと思う。今のがこれまるっとでも大丈夫ですか。いや最後のねあの叫びのところはさっきの。オッケー、じゃあそれやります。ギター取り直そうかな。ゆさんいい、そこ。あ、いいです。あの叫びはちょっと簡単だとね。ギターがどんどん気になってくるな。1個前のやつね。ギターが違うんだよ、フレーズが。あ、叫びは1個前のやつね。うん、そうそう。はい。で、この後にあの叫びのパートがあるんですよ。あ、なるほど、なるほど、。スクリーミングパートみたいなのあるんですけど、はい、先にコーラスを取って、はい、声が。わかりました。ちょっとだけ待ってください。はい、待ちます。うん。私はいいと思うんだけど、うん、いいです、いいです、はい、お披露はどうですか。大丈夫、みんな納得です。じゃあちょっと少し時間はいください。ちょっと忘れないうちに、うん、サモのサビのことで、どれになるんだろうね。スイングスの、あ、それも入ってる。本当、うん、ちょっとトイレ行こうかな。うん、ピアノ弾いていいんですか。あ、いいですよ。お待たせしました。はい、はい、おさむさん、一応さ、日頃ピアノのさ、うん、音だけ出しといてもらっていいですか。 OK、ね、そっちの3番に出ます、はい、で、これからのあずちゃんが2番に行きます。はい、確認をしないと。はい、こっちの2ミックスちょっとさあのコーラスなんで下げ目なんで、はい、2番上げ目にしといて、はい、出してみます。ちょっと出して、あのここで歌いませんよ。はい、大丈夫です。これピアノ位置合ってるよね。なんか変じゃね。なんだと。ピアノ聴けますか。ちょっとピアノ聴きますね。聞いていいですか。合ってんのか合ってないのか。ちょっと、2ミックスの方に出します。間違えてるよね。1箇所間違ってた。なんかおかしいな。普通にあれだった。普通にピアノ弾けばいいんだ。どういうこと。違う、そっちじゃないってこと。普通にやればよかった。それは合ってる。ガイドは合ってますよ。あ、ほんと。ちょっともう一回聞かせてください。じゃあちょっと今合ってますよ。合ってない。大丈夫ですよ。大丈夫だと思う。音程はあのウィッってなってるけど、そこの当たってれば大丈夫です、うん、そうです、そうです。あとはテンションですかね。低いからね。テンションシュメロにね、ないですよ、広さん。ちょっとこう毎回毎回寄り添っていただけるとね。Sing a story life。 うん、合ってます、合ってます。大丈夫です。じゃあやりましょうか。はい、じゃあ改めて1サビいきます、はい。やりたいところはできてるんで、そのちょっとサクって入ってくるとことかが気になるんであれば、締めると合ってないからちょっと目立っちゃってるけど、まあラインは合ってる。なんか出口の、うん、じゃあ3度目の正直で、はい、これでバッチリいいやつもらって終わりにしましょう。噛んでました。終わりにしましょう。これ3番、最後のサビですね。頭からでいい、いいですよね。頭からでいい。3サビ入るのはあ、そうか、2回し目、はい、じゃあ2回し目の1枚です。